それではキンガガリクスが実際にどのように生えているかをご紹介いたします。こちらにはキンガガリクスの堆肥の上には藁がかぶせてあります。こちらでは時々スコールのような雨が降るためキノコを守るために藁をかぶせています。藁をどかしますとご覧いただきますようにキンガガリクスが地面から力強く生えています。それでは実際にキンガガリクスを収穫したいと思います。生えている根っこのところを取りますとこのようにキンガガリクスが取れます。柄の部分は非常に硬く傘の部分も結構硬いです。栄養素がぎっしりと詰まっている印象です。重さもずしっとしています。大きさですけれども大体10センチから15センチというところでしょうか。こちらのブラジルの大自然の栄養素がぎっしりと詰まったキンガガリクスを皆様のご健康にお役立てください。